石川博士は日本の元俳優。劇団具もマイプロモーションに所属していた。東京都出身。息子は政治家の石川大河。現在は俳優を引退し、東京都菅も地蔵通り商店街で婦人福店を経営している。東京都豊島区菅もに生まれる。幼少期は街頭テレビが普及し始めた時代で、 近所に日本テレビアナウンサーの金原二郎が住んでいたことなどから漠然とテレビ業界に興味を持つようになった。高校時代はアナウンサーを目指して放送部に所属していたが演劇をやっていた友人に出会い、自身も放送部で音声劇をやるなどして演劇の道へ進む。演劇の専門学校を経て劇団雲に研究生として所属。同期には津村隆 一気上には、西田健などがいた。1971年、恋人って呼ばせてで、俳優としてデビュー。青春映画やテレビドラマを中心に活躍した。1976年、結婚し子供ができたことを機に30歳で引退。石川は、一つの道を進むよりも様々な道を歩みたいという、気持ちが強いといい、いろいろな経験をすることで人生の視野を広げることが、 面白いと語っている。2014年に地球攻撃命令ゴジラ対外岸で共演したひしみゆじから連絡を受け、ゴジラのファンイベントに出演した。ありがとうございます。